みなさん、こんにちは。私たちは福井学園4年の阿久津光希、吉川拓海、浅村陽翔、白間ささきです。私たちは今、冬の防災について勉強しています。そこで、冬の防災リュックについて調べました。こちら資料をご覧ください。札幌市には西札幌、月寒、野っぽろの3つの活断層があると考えられます。このように札幌市には冬に地震が起きる可能性があるんです。次にこちらの資料をご覧ください。こちらは先ほどの活断層が原因で地震が起きた時の震度予想です。なんと震度6弱や震度6強の範囲が広いと予想されています。それに一部の地域では震度7になることが分かります。続いてこちらの資料をご覧ください。大地震が起きた時の死者数の想定です。夏は363人と考えられています。しかしこの地震が冬に起きた時どうしますか。なんと冬には4900人近くの人が亡くなってしまうと考えられているのです。原因は何だと思いますか。そうなんです、寒さによる凍死なんです。冬に地震が起きた時のために冬の防災リュックを用意しておいた方がいいと考えました。そこで学校の人に防災リュックを用意しているかのアンケートを取りました。このグラフを見てください。私たちの学校では冬の防災リュックを用意している人が83人中14人で、用意していない人が83人中69人もいました。そこで冬の防災リュックの必要性が高いと考えられました。そこで私たちはカイロやアルミシートなどを入れておけばいいと考えました。この写真を見てください。家の防災リュックです。凍死を防ぐには寒さ対策が必要です。なので冬には体温を保温するためのものが必要です。そこでアルミシートを羽織ると保温できるかを実験しました。これが実験の様子です。結果、体温を逃がさない役割がありました。そこで注意です。アルミシートを巻きすぎると結露してしまいます。気をつけましょう。次に、なぜアルミシートが暖かいかを調べました。そこでアルミシートの中の気温を調べました。これが実験の様子です。結果、そのままの気温がマイナス1度、アルミシートの中の気温が2度で、気温が3度も上がりました。このようなことからアルミシートで保温できることが分かりました。多くの命を守るためには札幌市民一人一人の協力が必要です。最後に、夏なので地震が起きたら食料、飲料、乾電池、救急セットなどを用意しておけばいいです。ご清聴ありがとうございました。